そもそもなんでなんかあるじゃないですか、三平方の定理とかってあるじゃないですか。うん、あれ作った理由は何なんですかね。そもそも何を何にかられて <laughs> あれ思いついたんですかね。<laughs> まあなんで三平方の定理ピタゴラスさんだよね。ピタゴラスさんが三平方の定理発見したかっていうと、まあそれはなんかうん常に数学のことをまず考えてるっていうのが大事で、でそれかつパッと あるきっかけが大事でピタゴラスさんは確か床に描かれている直角三角形が敷き詰められているなんかタイルかなんか見て発見したって言われてるね <laughs> でもそれって常に数学のこと考えてなかったら単純普通の一般の人がそれ見ても何も思わないじゃんだからまあ常に考えてるってのが大事かもしれないね数学かな相対性理論とかの話前にしたじゃん物理の、うん、そ,それは物理と数学両方入ってくるけど<ー> 例えばさ GPS にそういうものが生かされてるみたいな話はしてたけど、うん、例えば今まさに最先端で行われているような数学の研究っていうのが今後どこに生かせるなんだろう余地があるのかなっていうのが <laughs> ちょっと気になごめんす、うん、俺が数学の専門じゃないで最先端のことはわからんないけど今までの歴史でいくと <laughs> じゃあ数学って何の役に立つかみたいな話をすると例えば車1個作るにしても 車の形状を決めるのってあれ流体力学って言って風がこういうふうに受けてこういう形だと空気抵抗少ないからああいう形になってるんだけど基本的にまあデザインも追求されるけどでその空気抵抗とか考えるときに当然数学めっちゃ使うのよ、うん、物理って数式が数式で議論してるから数学でだしあとさっきの三平方の定理で絡めていくと まあ、聴覚三角形だからそこから三角関数とか三角比っていうのが発生するじゃんねサインコサインタンジェントでそれってのをもうちょっと突き詰めていくと任意の関数全ての関数を三角関数サインとコサインの足し算で展開できるっていうフーリエ変換フーリエ級数っていうのがあるんだけどそのフーリエ級数っていうフーリエ変換のおかげでデジタル信号をアナログ信号に変換できてるっていうのがあってだからオーケストラで 演奏を録音してその録音したあと CD で俺ら聴けるじゃん、まあ、昔今だともネットに流せたりとかでもそれはフーリエ変換があるおかげででフーリエ変換ってのはもう思い切るり数学のこれこそ物理は波長とかは関係あるけどあんま関係ない話だしっていう感じで数学が生かされてたりとかそれってあれなのその例えばさっきのさ CD の音源の時に変換できるって話でそれは理論が先にあったのか発明してからそれに 理論が先数学がある。これはじゃあこの風ーリ変換っていうのがこれを使えば音楽に応用できるぞっていうモチベーションで最初からその理論風研変換に関してはそうなはず。なんか実験してセレンディピティみたいな感じではなくて。 もう普通に理論があってこれを使えばこういうことできるよねって言って応用されていくかなどっちかというと、うん、そうそう,そう,そう数学者は、まあ、理論ばっかり考えていくんだけど誰かがそれを見てこれはこれに使えるんじゃないかってそう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 ん、そういう感じだね,感じだねあの今まで中学校高校で数学習ったじゃないですか微分積文とかあの順番って結局、うん、簡単なやつから習ってるんですか、うん あいい質問だねんだろう数学っていう体系があって数学って定義をこういう決め事をしますって言ってその決め事にのっとって議論を展開していって定理とか発生していくんだけどそういう順番を考えた時にまず1たす1は何ですかっていう定義が実はあるんだけどまあそれは習わないけどまず1たす1を習得してその次っていう感じでじゃあ足し算を符号を変えて逆の ひっくり返したら引き算できるよねとか掛け算を最初習ってそれひっくり返したら割り算になるよねっていうのをまずやってその積み重ねで微分積分とかまでたどり着くから、まあ、あの順番は結構いいかなとは思ってる。うんうん